Welcome to my channel. It's AI. はい、皆さんこんにちは。私はですね、ハロープロジェクトのファンで、こう結構ね、いろいろたくさん動画を出しているんですけれども、たまにこう曲についてね、ちょっとフォーカスを当てたりとか、グループにフォーカス当てて話したりしているんですけれど、こうありがたいことにハロープロの動画を見てくれる方が結構増えてきまして、皆さんにもっとメンバーのね、こう魅力をお伝えしたいと思って、各メンバーにちょっとスポットを当てる回をやりたいななんて思っていたんですけど、今日はその第1回目としてですね、アンジュルムの神子クリオ萌ちゃんについてお話ししたいと思います。神子です。桜ラテです。美味しい。はい、今日は神子の魅力を、そうだな、7分ぐらいで簡潔にしっかりとお伝えできればと思います。はい、まあ、神子に関してはちょっとね、そうそうあれなんですけど、謝りたいことがあるんです。神子に何かというと、私は友達にね、たまにハロプロの話とかをして、あのメンバーの話とかをするときに、この子はすごく歌が上手くてとか、この子のダンスがここがすごくてとか、結構こうそういうスキル面にフォーカスを当てて話すんですけど、神子に関してはですね、私はいつも第一声がどうしても、ね、この子めちゃくちゃ可愛くないとか、容姿のことばっかりになっちゃうんですね。はい、それをすいませんだって可愛すぎるんですよ、神子が。ちょっと見てくださいよ、このね、これです。まずこの話からしようかな。あのビスの表紙を飾ったんですよ。ちょっとね、遅くなっちゃったんですけど、紹介するのが、はい、あの5月号ビス5月号の表紙、単独表紙をね、神子がついに飾りました。ビス自体はもう何年も出ているんですけど、専属モデルとしては、はい、もうね、すごい可愛いので、中身ちょっと見せられないんですけど、ぜひ手に入れてみてほしいですね。あのお洋服メインの雑誌で、でこうちょっと洋服とかコスメとかを紹介しているんですね。でまあ雑誌のカラーとしては割とこうドーリーというか、ちょっとこうふわふわっとした印象のスタイリングが特に多いんですけれども、ですね、今回カバーガールということで、結構ね、あの神子のインタビューもしっかりと掲載されています。はい、これを見ると、まあ、神子が最近どういうことを考えているのかとか、あとはですね、神子が普段使っているメイク道具とか、どういうスキンケアをしているかとかっていうのも分かります。うん、そしてアンジュルムについて語ってくれているページもあるので、これはもうファン必見ですね。はい、そしてね、これを見てると、結構最近ほんと神子がそのパフォーマンス面だけじゃなくて、モデルさんとしてもすごく、まあ、体作りとかね、いろんなことに努力しているんだなっていうのが確認できました。すごくね、素敵ないい雑誌でした。まあ、まだちょっと買えるのかな、ちょっとまだ売ってるのかわからないんですけど、まあ、インターネットとかで探してぜひゲットしてほしいですね、神子ファンは。はい、この雑誌が出て、まあ、ファンとしてももちろん嬉しいですけど、何よりも嬉しかったのが、そのメンバーたちがね、あのアンジュルムの他のメンバーたちがすごい喜んでいて、まあ、例えばたけちゃんはなんか初日、発売日当日になんか現場に自分のカバンの中にもうこれを入れて持ってきてて、神子はそれで初めて本物を見たらしいんですまさかのたけちゃん経由でね、見たらしくて、とか、あとあのカワムに関してはなんか5冊買ってっていう、あのいろんな、しかも本屋さんを回って5冊手に入れて、あの五穀油を買いましたとか言って SNS に上げたりしてたんですけど、まあ愛されてるなって思いますね、神子が。はい、そんな神子なんですけど、はい、まず神子のプロフィールをここにドン載せます。こういう感じで、熊本県出身のね、子なんですけれど、神子はちょっと特殊な部分がありまして、それは何かというとですね、ハロプロってハロプロ研修生っていう制度があって、その研修生期間を経て、既存のモーニング娘。だったりとかジュースジュースとか既存のグループに入る子たちも多いんですね。でその中でたまに一般オーディションっていうのも、それとは別に行って、一般の子だから、まあ素人というか、子からその取るって時もあるんですけれども、
カミコはその一般オーディションで選ばれた歌もダンスも未経験の子であり、しかも一人合格ってとこがすごく珍しいポイントです。はい、そうなんですよ。一般合格で一人だけの加入っていうのはすごくなかなか今までのハロプロの長い歴史の中でもすごく少ないことですね。でここまで言うとですね、なんかあ、カミコってやっぱ可愛いし、なんだろう、こうそういう星の下に生まれてるみたいな苦労を知らない感じの子なのかなって思う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、いやいやいやと、はい、カミコはですね、すごく苦労もしているんです。まあ挫折を味わってるっていうのかな。カミコはですね、もともとお姉ちゃんの影響でモーニング娘。がすごく好きだったんですね。中学生の頃、そして、モーニング娘。のオーディションを受けるんです。で、見事最終選考まで通過していくんですけど、最終選考で落ちてしまうんですね。でそれですっごくショックを受けたカミコ少女は、ちょっとねそこからこうもう落ち込んでしまって、モーニング娘。ハロープロジェクトの曲を一時期聴けなくなってしまったぐらいにまでちょっとこう落ち込んでしまったんですね。でそんな時に出会ったのがアンジュルムの大器晩成という曲。この曲をきっかけにして、カミコはアンジュルムの曲をどんどん今度は聴き出して、アンジュルムのその曲ですごくこう元気がもらえる感じだったりとか勇気を与えられる曲が多いんですけど、はい、そういう曲をどんどん好きになっていって、はい、ついにアンジュルムのオーディションを受けて合格を果たす、一人合格を果たすということなんですよ。そんなねドラマがあって、今ではカミコはもうアンジュルム大好きってすごい常に言ってますし、そして本当に欠かせない存在になっています、グループの中で。まず一番大事なのは歌唱力ですね、やっぱりカミコは。はい、で本人も歌唱を伸ばしていきたいってずっと前から言っていて、もうねカミコの声質がまず、これはね生まれ持ったものなんですけれども、声質がすごく良くて、ファンからは、クリスタルボイスと呼ばれています。ほんとまっすぐ透き通るような声なんですね。うん、私個人的に思うのは、なんかカミコの声ってずっとイノセントさを持ってるな、なんかずっとピュアな感じを持ち続けてるなって思います。カミコの歌唱力はやっぱり当初、未経験、歌もダンスも未経験のところからのスタートだったので、当初からその歌唱力褒められてはいたんですけど、それでもまだリズムが甘かったりとか、こう波があったりとかしたんですけれども、素晴らしい成長をして、今では本当にもう常に安定しながら表現力も高い歌のキーパーソンになっているんですけれども、それでもそのカミコの持っているなんかまっすぐな感じの歌い方とか、そうピュアなこう歌声、はい、っていうのはずっとあるので、なんかカミコはそうですね、 きっと何歳になってもそのなんか歌声のピュアさっていうのはずっと持ち続けているだろうなって、はい、思います。そこがすごく魅力的だなと思っています。はい、あとは、役割、グループの中の役割ってとこもカミコはすごく重要なポジションで、なんかまずこの容姿で152センチっていう小さい小柄な体型ってところもあって、やっぱり可愛がられるんですよ。まあ、加入当初からもう本当にそのカミコより年下の先輩メンバーとかもいるんですけど、やっぱりその妹ポジションみたいなのでずっと可愛がられてきて、でも、どんどんとこうここ 2,3 年先輩方が卒業ね、していって、カミコが気づいたら上から3番目になっているんですけど今、はい、そういう中でこう割とこう中間ポジションじゃないですか。で、まあ、下の子もたくさんいるっていう中で、今のカミコはそうですね、そのみんなに愛されるキャラを保ちながらも、そのお姉さんとしてそうですね、すごく下の子にも自らコミュニケーションをしっかりとって、かつ、まあ、歌とかで教えられる部分は積極的に教えてとか、リーダーの竹内あかりちゃんからもすごくカミコは頼りになるって太鼓判を押されていますし、そしてもう一つすごくカミコが
どんどん成長しているんじゃないかって思うところは、やっぱりこういったね外の活動を経て、その活動をアンジュルムに還元しようと努力しているところですね。はい、本当にマックの CM に出たりとか、いろんなモデル業をやったりとか、あざとくて何が悪いのとかに出ているんですけれど、そこでやっぱり世間の目に自分がアンジュルムの中だと今多分一番ねこう出ていると思うんですよね。そこでやっぱりその自分をきっかけにアンジュルムを知ってほしいとか、アンジュルムの魅力を伝えていきたいっていうことを、よく神子本人も言っていますし、はい、そういうところがすごく伝わってくるので、もう私はなんかこのまま本当に頑張ってほしいっていうか、なんだろう、事務所さんは頑張ってくださいなんですけど、まだまだね、まだまだこれからだと思うので、はい、これからさらにアンジュルムを盛り上げていってほしいと思います。はい、はい、ということで、カミコの歌だったりとかダンスだったりとかのパフォーマンス名はちょっと私ここで伝え切ることができないので、概要欄に、おすすめの動画を貼っておきますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、今日はカミコクリオマエちゃんについてなるべくコンパクトにお話ししたつもりなんですけど、7分は過ぎちゃいましたね。はい、お話ししていきました。今後もハロプロのメンバーでなんかフォーカスを当ててねお話ししていく回をちょこちょこやっていきたいなと思っているので、もしこの人を取り上げてほしいとか、何か他にもですねこういう企画をやってほしいなどなどリクエストがありましたら、ぜひお待ちしております。はい、ちなみに神子クリオマエちゃんに関しては私は他の動画も作っているので、ぜひそちらもご覧ください。それでは今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。